なかったですね。少し強くなれた気がします。ここが弱点みてえだな。とどめです。おい、俺にやらせてくれ。なかったですね。破れそうだぜ。強くなっちまったぜ。敵かどうかはよくわかんねえけど、確かにすげえ力を感じるぜ。
苦しんでいたせいか、雨を見ていると心が安らぎます。てやん、えい、石ってマジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ったく、えい、そこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。逃がしません。とどめです。行くよ。せっ、とどめ。楽勝楽勝。なら任せて。子供の頃よくやってたんだよね。これこれ、えいえい。動物の匂いって結構強いんだよね。袋に入れて縛っておかないと。鉱石は何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。素材どんなものか聞かれると説明に困るんですよね。神秘的な力、これこれ、私にはよくわからないかも。えい、都合のいいことはできないんだね。えい、えい、原石ね。綺麗な石ころにしか見えねえんだけどな。
鮮ないい食材です。錬金術にも料理にも使えますね。どこに向かい、素材になりそうな木の実ですね。持って帰りましょう。これこれ、これはえい、薬を作るのに使えますね。てや、水の中に宝箱とかあったりしないのかな。木材も錬金術でもよく使う素材なんだ。見つけたらちゃんと採取しようね。見っけ。木の実は栄養たっぷりなんだぜ。食えそうなのもついでに探してみるか。高値で売れるの。重いの担いでよく売ったっけ。てやてや、やった原石だ。てや、砕けば高く売れるかも。てや、液体ってのは厄介だよな。重いしこぼれるし頭痛くなるぜ。